キーパーは谷、決めた。強いディフェンスできてますからね。どう高い位置で奪った、そのまま仕掛けて柿谷スルー、阿部のシュート。今度は小丸との1対1、挑まないで、横へ阿部の右足。これ運んでペナルティエリアタックからチップを、さあチャンスだぞ、ワンフェイク山田の上、阿部が打った。バラダから阿部です。阿部切り返した、阿部のシュートだー。